はい、こんにちは。まるんぽチャンネルのまるぽぱです。キャミーです。はい、今回もご視聴ありがとうございます。今回はですね、福井2日目っていうことでね、はい、後編になります。前編の方は先週ねアップしてると思うんでね、ぜひそちらの方から見ていただいたらいいと思うんですけど、今回はですね福井県に来ておりまして、福井県坂井市っていうところにおります。で、場所はですね東尋坊ですね。もう後ろ東尋坊タワーが多分見えてると思うんですけども、こちらの方からね今日はスタートしたいと思います。で、今回なんで福井かというと、まあ、前編でも言ってましたけども、キャンピングカーバケーション in 北陸っていうのをね5月に開催するにあたって、イベントの、ね、前後にね福井をね回っていただけたらと思って撮ってます。ということでね、早速いろいろ行ってみます。はい、東尋坊のね駐車場、あちらの方ですね500円で止めることができまして、歩いて1分ほどすると一応ね商店街という形なんですけど、まあ今はねちょっとほとんど空いてないような感じです。まあこちらに書いてるようにね、東尋坊商店街リニューアル工事のためっていうことでね、まあリニューアルされるのかな。はい、ちなみにね東尋坊タワーのね駐車場から、あちら東尋坊まで歩いて3分ぐらいということなので、もうすぐね着きます。ちょっと歩いてくるとね、あのこんな感じで綺麗なお店も出てきますね。ほら、甘エビ丼とか、あこれ食べたい。はい、お寿司とかね、あとシュークリームとかね、牧場ソフトクリームとか、うん、前にはねこういった海鮮のねお店、洋食とかいろいろ売ってますね。イカめっちゃ美味しそう。ソフトクリームの種類もすごいですね。あ、すごいすごいソフトクリームすごいな。なんか山口県思い出すね。山口県、あのそのねソフトクリームな、うん、はい、食べたね。すごいな、ご飯のレパートリーが、うん、丼のレパートリー。やっぱり福井県はねこのお酒、うんうん、なんか雪国ってねこういうお酒のイメージが強い。エビ食べたいね。そう、海鮮とかもやってるし。食べた、イカ食べたい。めっちゃ焼いてる。美味しそう。はい、まあ、とりあえずね、この美味しそうなね匂いと焼かれてるね光景を横目にしながらね、東尋坊の方に向かっていきたいと思います。はい、なんかこの辺に来るときカフェがあったりとかするね。ちょっと若い子も来れそうなお店がいっぱいあります、うん、まあ、古いお店と新しい店が混在してる感じ、ね、それはそれで面白い、うん、そうそうそう、まあやっぱりね歴史があるんでね。ほら、海が見えました。ああ、めちゃくちゃ綺麗。めちゃ綺麗。うん。なんか東尋坊もさ、うん、何年か前に来てるんやけどさ、うん、だいぶイメージ変わってきたな。こんな綺麗なお店全然なかったもんな。ね、本当、うん、おしゃれ。おしゃれなカフェ。チーズケーキとか。そう、ペットも行けるからめっちゃいいよな。あ、いいやん。ワンちゃん行けんの？うん、中行けんの？行ける。ペットウェルカム。え、めっちゃいいやん。はい。東尋坊。はーい。はい。とりあえずあそこで写真撮っとく。はい。はい、はい、これが東尋坊です。こんな感じでね、はい、ちょっとあの辺も行けるんでね、ちょっと行ってみようか。はい、はい、行ってみます。はい、下に降りてくるとね、あそこに遊覧船のね切符売り場があります。はい、大人1800円でね、こちらの東尋坊をね巡ってくれる遊覧船に乗ることができます。へー、すごいな、わかる、うん、団体で写真撮るやつ、むっちゃ懐かしいもうすごい昭和を感じるやつやな。今でも、はい、でも使ってるんやろ。そうそうそう。でこれ東尋坊のこの前景、うん、あれ模型、はい、模型。お、すごいね、今から約1200、そう、1300万年前、うん、へえ。まあ下まで降りれるねんな、あの辺まで、うん、ぜひね、あのこちらに来られた方はあそこまで降りてきてもらって、あのいろいろ観光してもらえたら、うん、って言ってたら、こうちょうど遊覧船が、むっちゃ波すごいな、むっちゃ酔いそうじゃない風がすごいから、あ、やばいな、酔いそう。でここはね、あることであの有名なあの名所にもなってるんで、それはねちょっと あんまり YouTube では言えないんで、あのまたググってみてください。はい、はい、あんまりよろしくないやつやけど、はい、ただまあこれ以上何があるかって言われると別に特に何もないので、次のとこ行ってみる。はい、とりあえず東尋坊タワーかな。はい、はい、登ってみましょうか。はい、はい、とりあえずね東尋坊を見てきましたっていうことでね、あのマミーさんがもうずっとイカ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 イ言うてるんでね、はい、ちょっとイカ焼きの方覗きに行きたいと思います。はい、あ、しんど、はい、今ねマミーさんがねイカ焼きを買ってます、ね、イカの半身開きで480円、あとサザエ串を550円で買ったかな。はい、はい、そんな感じになってます。いい匂い。はい、イカ焼きハーフ、ハーフです。そう、イカ焼きのハーフと、あとサザエね、はい、食べました。煙めっちゃ出てるし、うん、とりあえず早速食べましょう。食べよう、まずちょっと変わります、はい、
かぶりつかないのじゃん。多分。いただきます。はい。うん、うまい。美味しいよな。うまい。タレめっちゃ美味しい。うん、めっちゃうまい。磯の香りがパッとこう広がる。磯の香りとこの甘いタレのこのハーモニービール欲しいよめっちゃ欲しいハーモニー好きやな、最近、うん、ハーモニーめっちゃうまいハーモニー、ハーモニーってんねうまっほんまビール飲みたいな、はい、こういうとこ来ると飲み物食べるかな、うん、か、いただきます。はい、うまっ。じゃあうまいやん。美味しいよな。うん、あの台行ってたけど、うん、ちょっとご飯あるから。めっちゃうまい。最高。うん、店の人とも喋ってたんやけど、うん、明日からちょうど北陸新幹線がね、延伸されるんやけど、コロナとかね、地震とかで観光客が減って、まあ、いろんなね、意味で打撃を食らってたみたいなんですけど、まあ、この動画をね、見てくださった方、ぜひね、ちょっとでもこちら、東尋坊に観光しに来てもらって、お金を落としてもらえるとね、嬉しいかなと思います。まあ、美味しいんだよね。うん。うん、まあ、ちゃんとね、こういうあの美味しいものを食べてお金を落とすっていうことをしてもらえたらね、いいかなと思います。はい、はい、小南亭さんでね、イカ焼きとサザエ焼き食べてきました。むっちゃ美味しかった、うん、はい、まあ、東尋坊の、ね、駐車場からちょっと歩いたら右手にね、ありますんで、小南亭さんぜひね、行ってみてください。むっちゃね、お店の方もいい方でいろいろお話ができました。ということでね、いよいよ東尋坊タワーにね、行ってみたいと思います。はい、東尋坊タワーはね、昭和39年東京オリンピックがね、開催された年に建てられた建物みたいです。高さが55メートルかな、はい、あるみたいで、はい、早速ね、登りたいと思います。はい、500円で登れるのかな、一人ね。はい、行ってきます。はい、展望台まではね、14階直通エレベーターということで、先ほどのね、東尋坊タワー駐車場に停めると、まあ、駐車料金500円なんですけど、こちらのね、展望台入場料が2割引きっていうことで、1人400円になります。はい、エレベーター乗りましたすごいな、なんか昭和を感じれる感じで、懐かしい感じ、なんか子供の時を思い出すような感じやからね、ぜひ乗ってみてください。今の子供が乗ったらびっくりするかもしれないけど、ね、ちょっと使い方がわからへん、はい、しかもこの扇風機がついてるという、なんかいい感じです ね、 ね、はい、って言ってるうちに14回まだ着きません、ゆっくりね、はい、ちょっとね、はい、スカイツリーやったらもうついてるか、いや、つかへんやん、もっと高いですよ逆につかへん、はい、はい、R2 が展望になります。はい、はい、こっからね、広がる大パノラマ楽しみですおー、すごい、わー、綺麗、すごい、めっちゃ綺麗です。てか見事に誰もいいんだ、貸し切り、貸し切りです、むっちゃ綺麗な、え、すごいやん、うん、いい感じです、一望できる、うん、いいね、今日天気もいいからね、景色が綺麗、うん、いいね、うん、ぐるっと360度ね、景色が見れる、これなんか見えるんやろうか、うん、あれじゃあクジラとか見えるじゃんいや、おるんかな分からんけどクジラ、まあ、でもこういうなんかちょっと色あせてますけど、こういうね、あの、なんていうか、ルッキングポイントがあってあ、はいはいはい、それを見ることができるんでしょう、ちょっと曇ってるんかな、うん、でこういうなんかちょっとね、なんていうか、いいな、日記みたいな、昭和レトロ最高ですとかいろいろ書いてますよ、こういう落書き帳みたいなこういうの昔はあったよね、小学校の時あったあった、うん、小学校の時な、そう、いろんなさ、ご飯屋さんとかでもこんなんあったよな、あったあった、うん、めっちゃ懐かしい、はい、はい、そんな感じです。はい、先ほどのね、小南亭さんかな、ご飯食べたとこ、あそこでもおっしゃってましたけど、食べ歩きできるんですけどね、結構今見えるようにトンビがむっちゃ飛んでるんですよね、今目の前も飛んでますけど、はい、こやつらがね、いろいろ食べてると攻撃してくるんで、まあ、くれぐれもね、食べ歩きされるときは気をつけてください。はい、東尋坊タワー行ってきました。さっきのね、何やったっけ、イカ焼きとサザエ焼き、あれがね、あの食べたことによってむちゃくちゃお腹が空いてきたんでね、ご飯食べに行きたいと思います。むっちゃ腹減ってきた、やばい。お昼ご飯行きます。お昼ご飯、はい、行ってきます。
きます。はい、はい、ということでね、お昼ご飯はですね、こちら谷口屋さんの方でお揚げを食べたいと思います。はい、でこちらの方ね、 RV パークもこんな感じでありますんでね、ぜひ利用してみてください。キャンバケのね、前日後泊にもいいと思います。ということで、お腹空いたんでね、とりあえず行きましょう。煮揚げうどん来ました。見て、めちゃくちゃすごくない？美味しそう。こんな大きなお揚げのうどん食べるの初めてなんですよ。ほんまやな、なかなか見えへんもんな。でもこのお揚げ見た時にな、誰かに似てると思った。誰かに似てるって何やの？え、俺めっちゃ似てる。こんな顔するよね。これ丸パパの顔にそっくり。そっくり。ちょっとひどくない？丸パパファンが怒るで、多分。共感する人もいるはずよ。食べよう。伸びるんでね、食べてください。はい、いただきます。重たこれ。うわ、こんなんよ。すごくない？めっちゃ分厚いな。分厚い、まあ、重い、ほんで重い。めっちゃ重たいよ。食べよう。はい、食べてください。すごい、これだけでお腹いっぱいになりそうだね。うん、なんか見てるだけでニヤニヤしてしまう。やろ。ほら、ほら、すごいよ。うまそう。ほら、ほら、ほら、ほら。うわ、すご。食べていいよ。食べてみ、いいよ、食べ食べ。食べ食べ。ちょっと揚げをいただきます。うん、うまっ。めっちゃうまい味しんでる。同じ。甘いの？うん、甘い。あ、甘いんや。甘うま。やば。どう？卵食いどう？卵食いどうや。よし、はい、いただきます。これどうしたんやろ？これ、ここ？あ、そうやば。でも、なんかこのまま最初は食べてって、食べてって、うん、なんか食べ方がいろいろあって、その食べ方もこうちゃんと乗ってて。いただきます。うん、ふわふわ、カリカリ、ふわふわ、カリカリ、ふわふわ、うまっ。おいしい。うん、めっちゃうまい。なんかソースカツとかさ、そばとかあって、むちゃくちゃ贅沢。ちょっとおそばもいただこう。おそば、そう、そば、お出汁かかってんの、これ。うまい。うまい。このセットでさ、昨日の福井のグルメも楽しめるよ。ほんまや。塩、うん、そう、塩はこの中の白い部分にかけて食べる。めっちゃ美味しい。よし、うん、まあ、かけすぎじゃないの。かけすぎた。うん、どう？うまい。やっぱ塩ついてる方が美味しい。塩もうまいな。最後はおろし？あとはおろしで、うん、醤油かポン酢か、どっちもいける。どっちもいっちゃったら、醤油とポン酢と。そう。だからこれこう切って、うん、ここにさ、こう乗せて。なるほど。うん、ポン酢？ポン酢か。うんうん、うん、うまい。醤油も、うん、醤油はなんか越前醤油って書いてあるから、ちょっと普通のやつと違うもん。どんな味なの？うん、どれが醤油？まだ食べてへんけど、越前醤油って分からん。油揚げ豆腐専用タレって書いてある。いただきます。うん、うまい。どれが好き？うん、どれか1個。うわ、迷えへんな。迷えへん。選べへん。間違いない。選べへん。これさ、うん、ヘルシーなのかな、ヘルシーじゃないか、どっちなの？揚げてるからな。ヘルシーじゃない？ヘルシーじゃないから。結構高カロリーかな。どうなんやろ。豆腐だけ。まあ、豆腐はあっさりやしな。うん、どうなんやろ。ヘルシーなような気がするな。なん、うん、
まあでもゼロカロリーなんちゃう5個ぐらい食べても大丈夫これ1個でお腹いっぱいになるな、うん、結構ないいボリュームがあって、いいね、でも美味しいよね。ぜんざいがすごくちっちゃく見える気のせいじゃない、ぜんざいちっちゃい、ちっちゃい、うん、ではいただきます。だからそこの方をちょっとこう混ぜるっていうのが、うわすごい、このわかる、この豆乳のこのとろみ、いや本当や、揚げてあるのお餅、そう揚げてある、これ美味しそう。でぜんざいに入れるの、ぜんざい混ぜるとあんこがこう、うんうんうん、そこに溜まってる、こんなん初めてよ、ね、ぜんざいは初めて。なあ。うん。うん。めっちゃ優しい味。そう。めっちゃ美味しい。豆乳の味する？豆乳の味する。豆乳の奥にあんこ。あんこの奥に豆乳。豆乳の後。うん。うまい。きな粉は？好みできな粉をお入れくださいって書いてるから、うん、入れたら味が変わるのかな。うん、きなこ入れた方が美味しい、入れると、うん、きなこが勝つ、きなこ勝つんだ、うん、へー、きなこぜんざいみたいな感じ、そうきなこぜんざいになる、美味しいよ、ここ限定やね、谷口屋ならばの和のスイーツです、うん、もちもっと欲しいよ2つしか入ってない、うん、はい、ごちそうさまでした。はい、ということでね、福井県の恐竜博物館に来ました、うん、はい、ということでね、恐竜興味ある？ある、そう、ほんとあんまりないね、そうなの？あ、そうなんや、はい、あんまりこう非現実的なものがこうどちらかというと好きじゃなくて好きじゃないっていうか興味がない、まあただね、せっかく来てるんで行きたいと思います。でも結構行くと興味は湧くらしいよ。あ、そうなんや、うん、嫌いな人でも、まあそれは楽しみです。はい、はい、とりあえず行きます、はい。すごいな、入り口からこんな感じ、一気に下に降りていくやな、めっちゃすごいな、すごいね、建物が、うん、なるほど、なんか吸い込まれていくような感じ、うんうんうん、いきなり入り口のこれ、これはちょっとテンション上がってるな、これ恐竜じゃないから、まあ、こっからテンション上がってんの、そうそうそう、入り口のこれめっちゃテンション上がってる、いや化石はなんかな、ちょっと興味があるね、あ、そうなんや、そう、ただ恐竜はちょっと現実味がないというか、なんなんやろ、でも骨見たらさ、うん、ちょっと現実味があるかもよ、まあ、そうかも、何これ、2枚以外、お、え、すごっ、ちょっとこれはない、何これ、何これ、すごっ、魚竜、魚竜って何、魚に竜とか書いてる、すごい、なんかいっぱいおる、サメの中みたいな、まあ、この辺はなんか魚やからさ、うん、ちょっと現実味がある、すごい、何の骨、何これ、もう恐竜の骨、これは、いや分からん、これ何の骨なの、あ、恐竜なの、なあ、すごっ、え、これもう恐竜なの、わ、すごい、カマラリサウルス、ここ書いてるやん、頭骨、すごいな、ちょっとなんかこう上から見るとよりすごい感じちゃう、大腿骨、わ、むっちゃ上から見たら分かる、すごいな、でっか、すげえな、骨やばい、ちょっと上やばいねんけど、ちょっと上やばい、すごい、上めっちゃやばい、めっちゃリアル、すごい、タルボサウルスだって、すごい、なんかテーブルパークめっちゃなんかユニバみたい、ユニバユニバ、確かに恐竜動いてるし、だすごいな、これ動いてる、これティラノ？そう。でも手ちっちゃいからちょっと可愛いな。そう。なんでちっちゃいか知ってる？なんだ。悪いことせんように。うん、逆。あ、そうなの、うん。悪いことするから。そう。相手をすぐに引っかけるためっていうか、こう背中とかに戻るときにガッてすぐに。できるためにちっちゃいの。そう。そうなんや。すごくない？めっちゃ詳しいな。そう。
こやね。だってこんな可愛い手してんのに絶対理由があると思う。可愛くないって。可愛くない手。すげえ。いやいやいや、ちょっとこれちょっと感動や。何これ、すごいな。めっちゃテンション上がんねんけど。やっぱ好き、こういうの。いや、ちょっとなんか急に好きになったかも。私ああいうの好きな、あの画像見んの。画像、映像で。ああいうの映像、みんな好き。すごっ、これ見て。何これ。プロトケラトプスとベロキラプトルが、ほら、喧嘩してんの。意外とこれ見たらちっちゃい。ちっちゃいよな。そういう恐竜ってこと？うん。まや、ちっちゃいよ。大きい方がいいよね。すごい。ちょっとこれ、迫力えぐいな。でも、こんなに綺麗に残ってんの？すごいな。っていうか、俺なんでこんなに怖かったやろ、こう。いや、確かにな。近いのに。確かに、こやんかった。女の子やったしかない。俺が？違う、サラサイが。あ、そうかも。娘2人やとなかなかこういうところって怖い、うんうん、これ絶対サラとか聞いてもテンション上がると思う。上がると思う。すごいな、見て口臭そう。これさ、もうあの木みたいやな。ほんまに骨、なんか塗ってあるんか、色。すごい、これがこれなの、こいつ。あ、この子、うん、あ、ほんとや、ちゃんとここにも骨があるんやね。うん、この子なんて言うんやろ。もう長すぎて読めへん、カタカナが。確かに。なんか舌噛みそうになる。うん、へえ。面白。面白いね。これ前にさ、こういうふうにこう、これがこれみたいなんで分かりやすくしてくれてるから。確かに。すごくいいよね。うまやな。うん。こんなん読めへんよ。プロバクトロサウルスゴビエンシスみたいな。うまや。全然読む。いや、これはあれやな、キャンバケ北陸に来る人はみんな来てほしいな。うん。これ本当に残ってんの全部。全部じゃないかもしれない。そうやな。むっちゃでかいのからむっちゃちっちゃいのまで。でもちっちゃいって言ってもむっちゃでかいもんな。すごいよ。すごい。もう一本の骨が大きすぎる。はい、これ言って。はい。キプシロフロンフォックシー。あ、いや、わからん。ちょっと違う。長なあ、あれとかちっちゃいから可愛いなと思うけど、うん、むっちゃ凶暴やったやろ。うまやな、めっちゃちっちゃいやん。これ以上大きくならへんやろか。いや、どうなんやろ。まあ、体長1メーターって書いてるから、体長とか全長、骨格全長、うんうんうん、このさ、名前を誰がつけるの。わからん、見つけた人。初めて見つけた人かな。うん、すごいな、迫力えぐいな、うん、面白すぎる。え、興味ちょっと持った、うん、だいぶ興味出るな、ここに来ると、うんうんうん、あれトリプラケロプロス。あ、よ、知ってるやん。持ってる、なんかそんな感じ。トリプラ全然違う、プロトラキプス、トリケラトプスや、トリケラトプス、はいはい、これ結構有名やん。これ人気ちゃう、2、3位ぐらい、3位ぐらい入ってんちゃう、うん、この恐竜の人気の。あ、そうな、うん、へー、すごいね、いろんな種類がおる、うん、お、すごい、見て、頭が。ほんまや、これな、なんというの。なんというの、難しい。あ、ほら、剣刀竜、剣刀竜類、頭硬いの、この人な、ほら、すごい。そうやわ、すごい、この人じゃないの、この恐竜な。すごい、ほら、もう見て、ブツブツやん。ブツブツ、サボテンみたい。あ、これもそう、ほら、ほんとや。でも、それも骨なんやな。あ、すごいな、うん、えげつな。これ骨なんやろうか、このブツブツ。瓦、瓦ちゃうな、瓦ってないの。いやね、鎧。鎧、すごい、もうあの背びれもなんか、そうそう、ちゃんと骨になってるよね、うん、なんか皮だけかなと思うけどな、筋肉かなみたいな。剣竜類やって、ちょっと魚の背びれとは違う感じやな。うんうんうん、やば、こっち今度むっちゃでかい。でかいな、あれとかめっちゃでかいやん、やばすぎる。これ私の好きな恐竜。そうな、これやろ、うん、なんちゅう名前。ブラキオさん。ブラキオさん、ブラキオさん、友達、ブラキオさんみたいな。ブラキオサウルス。下の名前わからん、苗字は。それ苗字の名前。ちょっと待って、苗字の名前別にあんの。ほらほら、
ブラキオサウルス、アルテトララクス。全然言えてへん。これすごくない？やっぱり大きいな。すごいな。恐竜って感じするやん。恐竜って感じやん。やば。これしか知らんわ、これ。ティラノサウルス。ティラノ？ティラノサウルスレックスやってる。これがやっぱり恐竜のイメージじゃん。確かに。一番。今一番人気やもんね。うん、もう恐竜って感じや、うんうん。もうこの顔からもう恐竜って感じや。うん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 。歯すごいな。そう。この手がちっちゃいのも恐竜って感じや。そう、かわいい。めっちゃ大きいな、そう思ったら。だってこの2つは絶対やもんな、恐竜の中で。そう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 、よくなんかいろんなところで見かけるの、この2つや。見かけんのこれ。見かけなかなかどこ行ってんのあまり恐竜には興味ないんやけどね。え、でもすごくない？いや、すごいよ。すごいけど、この時代にいないやろ。うん、すごいけどな。うん、丸パパいたら、どの恐竜やろな。一番丸いやつ聞いたな、まん丸いやつ。丸くてちょっと変なやつやろ。そう、丸くてちょっと太いやつ。太いやつ。これでもさ、この恐竜とかさ、うん、正面から見たらめっちゃ顔細いほんまや。細っっていうぐらい。これパンって殴ったらいけそうじゃない？いや絶対勝てん、それは無理、うん、それぐらいペランペラン。でもこうなんか大きいやつ食べれへんやん。スイカとか食べれへんじゃん。スイカいけるやろいけるか。こんだけ歯あったらやばくない？何本あるんやん。いや、わからん、歯ありすぎやろ。これこれこれ。それはどうしたの？これがこれやね。あ、そうなの。この口。あ、口細いと。うん。こうやって見ると怖いな。この骨で見ると何も思わへんねんけど。そう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 。これがこんだけ大きいと思ったら怖い。あ、そっち？え、そうじゃない？違うの？やばい、むっちゃでかいうんこすんのやろな。一緒やん。見てみこれ、お尻。めっちゃでかいうんこすんの。お尻。ほんまやな。恐竜ってうんこするよな。するやん。するやん。絶対これやばいね、うんこ。どれぐらいの大きさ？もう分からん、象ぐらいのうんこが出てくるんちゃう。ちゃう違う違う、象の大きさのうんこやで。そっち？やばいやばい。確かに。すごいな、この映像がリアルや。うん。これずっとちょっと見てしまう。うん。ほんまにこんなんやったんやろか。でも全部どっか行ってしまったね。去っていった。虫がいっぱい飛んでるけど。あ、来た来た。ああ、すごい。こいつらが来たから逃げたやん。なるほど。まあどの時代もね、弱肉強食やからね、うん、弱いものはね、猿しかないんよね、僕のように。なんでやあ、すごい、動いてる。すごい、鼻息荒い、鼻息荒い。これ何、食べられそうに乗ってるっていうこと？引っかかれてるもんな、ほら。あ、ほんまや。こっちの方が強いんだ、肉食。肉食とか草食とか。あ、草食恐竜、肉食恐竜。あ、そういうこと。全部肉食じゃないんや。じゃないんやな。だ、動物と一緒やな。なるほどね。サム多分肉食の方が強いんな。うん、肉食やな。確かに。草食やんけ、どう見ても草食男子やん。どこが、どこが、ね、人の体型でそういうのをですね、決めつけるのやめてくれますか草食ですけど何かこの恐竜の真似して、うん、どういうこと、こうでいいのそっちこうなんか手はこっち、手はこう違うどんな感じ。あんな頑張って食べんでええのよな。ていうかこれぶっちゃやる気ない顔してるよな。こんな顔してるの。え、めっちゃ似てる。めっちゃやる気ない。眠そうな顔してる。眠そう、うん、いつも眠そう。眠そうではないの。うん、でもなんか疲れてそう。疲れてそう。疲れてねえし。本当？亀すごい。亀？あ、ほんまや。亀すごい。亀なんこれ。亀やろ。めっちゃでかいよ。あ、これ？うん、あんな感じや。ほんまや。すごい亀。すごい。あの飛んでるやつとかも。あ、そうそうそう。このね、これ知ってるんやけどさ、これ9メーターぐらいあるんですよ。中型バスぐらいの大きさらしい。中型バス、横幅が。そう、ほんまに9メーター。例えがおもろいな、中型バスって。そう、羽
を伸ばすと、あ、そう、長さやな。そうなの。このなんていう名前だっけ、鳥の飛ぶやつ。飛ぶやつな、うん、どう見ても飛ぶやつや。飛ぶの強くない。でも、まあ、逃げれるやん。逃げれるな。これ何なの、草食なの。魚を捕まえてた。あ、魚食べるの。うん、へえ。それが欲しい。面白いな。子供の時やったら良かったかもしれない。そうやな、うん、まあ、言うてもまだ恐竜にそんなに興味があるわけでもないからな、うん、欲しいものはなかった。うん、ちょっとないかな。いいの。何買ったん。これ記念にトリケラトプス買ってもらった買ってあげた欲しそうにしてたからこのないな。スーパーボール飾っとくわ。うん、ハイエース。これめっちゃ可愛くない。可愛い可愛い。それ可愛かった。なティラノよりそれが可愛かった。うん、やっぱり恐竜はいるね。うん、いる、うん、恐竜はいる。どうやった、ここ。楽しかった。ここでもあれやな、今2時間ぐらいしか言いひんかったけどさ、うん、1日折れるの。折れる折れる。ずっと見てられんな。まだまだこう動画で紹介してるのはほんまに一部やから。そうなんです、ね、そう。できればここに1日咲いて、うん、来てくれるぐらいがいいかもしれない、ね、いいよね。ここ食べるとこもあるから。そう、あとあのホームページからね、ここ予約してチケットをまあ、購入して行った方がいいみたい、うん、当日販売混んでると、うん、あのしてなかったりもするみたいなんで、うん、はい、気をつけてください。はい、はい、お腹空いてきた。はい、はい、ということで、ね、次のところへ行ってきます。はい、行ってきます。はい、福井の名物ポルガライスを食べに来ました。ポルガライスっていうのが福井県の方では有名みたいで、こちらの方をね、定食のお店鉄平さんの方でね、いただきたいと思います。はい、オムライスの上にカツが乗ってる感じかな。がっつりだね。はい、がっつりです。はい、はい、では行きましょう。はい、デミグラスソースらしくて、はい、牛カツはね、はい、いただきます。めっちゃうまい。そうそう、柔らかい。めっちゃうまい。めっちゃレアやもん、ね。うん、下はあれやんな、オムライスやな、うん、オムライスにこのカツが乗ってる。カツ、うん、あ、めっちゃうまい。こんなんペロリンチョやで。ペロリンチョすぐなくなる。で、まあポルガライスだけじゃなくてメニューがむちゃくちゃ多いから、まあみんなそれぞれ好みのものを食べた方がいいとは思うけど、ポルガライス美味しいです。はい、じゃあマミーさんの豚ヒレをいただきました。豚ヒレもデミグラスソースですか。うん、うまうまやっぱよ、うん、うまライスのちょっと玉ねぎのシャキシャキが美味しくなった。うん、しかも出てくるのが早いな。うん、注文したらすぐできた。はい、ごちそうさまでした。美味しかった。美味しかった。はい、ということで今回はですね、福井県の後編ということでね、恐竜博物館とか東尋坊とかね、福井のグルメを楽しんできました。はい、ぜひね、福井に来た時のね、参考になれば嬉しいですし、はい、まあ、キャンピングカーバケーション in 北陸ですね、5月に開催しますので、またあの概要欄に、そちらのイベント URL 貼っております。はい、まだまだね、申し込みしていただけますので、ぜひね、お申し込みいただけたらと思います。はい、マミーさんとね、あのサラちゃんと、あとマルちゃんもね、一応来る予定になってますので、はい、なかなかちょっとレアなイベントなので、ぜひ遊びに来てください。はい、ぜひ来てください。はい、ということでね、また次の動画でお会いしましょう。はい、バイバイ。バイバイ。